桑さん、AR ピックよろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。長時間のセミナー、お疲れ様でございます。私の方からは、ポータルサイトについての、説明をさせていただきます。画面を共有いたします。これ皆さんもすでにご承知の通り、ジャパンポータルサイトですけれども、こちらの、サイトにアクセスをしていただいて、今皆さんほとんどですね、この3年間の目標、それからアクションプラン、の件の、で、そのサイトをご利用されている方多いと思うんですけれども、実はここに世界ポリオデモ、ちゃんとありますので、ここをまずクリックをしていただくとですね、もう一度クリックは必要なんですけれども、この世界ポリオデジャパンサイトというポータルサイトがありますので、こちらを、クリックしていただくと、このページに、飛んできます。で、これはもう3年ほど前から運用している日本専用のポリオデーのサイトですけれども、皆さんもしジャパンポータルがもうすでにブックマークとされていらっしゃる方は結構ですが、もしスマホ等にまだ入ってらっしゃらない方はですね、この QR コードすいません。今もしお手元にスマホあれば読み取っていただいて、そうすると、携帯で、この、ポリオデーのサイトが、見られるようになりますので、ぜひ、それも、ブックマークをしていただいて、お手元で、いつでも見ていただけると、ありがたいと思います。ポリオデーですが、この後、深尾さんの方からもお話ありますけれども、やはり皆さんもポリオデーのイベントは、すでに計画をされている地区クラブの皆さん多いかと思うんですけれども、なんといってもですね、今盛り上がってきておる、一つの要因として、このフォトコンテストがございます。これももうすでに何度もご案内をされていると思いますけれども、ここへ応募していただくということが、とても大事になりますので、すでに、ちょっとページを開きますけれども、締め切りは、11月の25日です。もうすでに、去年の12月1日以降ですね、もう開始をさせていただいております。ここに、写真のテーマとか審査の方法、それから、もしクラブで必要な場合には、ここにこれをクリックしていただくとですね、案内のリーフレットが PDF にダウンロードされます。で、気をつけていただきたいのは、未成年者の場合ですね、親の承諾がその写真撮る場合に必要になってきたり、まあ、写真撮ることは別に構わないと思うんですけれども、何かに使う場合には承諾書を、一応取っていただいて、まあ、万が一に備えていただくということも必要になります。で、応募はこちらから、クリックしていただくと、Google フォームのサイトへ行きますので、ここに必要事項を記入して、ここからご自分のパソコンあるいは携帯のファイルから、応募をしていただくというふうな形になります。で、ちょっと先ほどロゴのお話が、ありましたけれども、ここにもですね、無料でのサイトにロゴの作成の仕方、それから使い方というのがあります。エンドポリオなんですけれども、今この左上にあります通りですね、これはまあ、正しいロゴの使い方だと思うんですけれども、ゾーン 1A23 のロータリーマークとともに、ここにエンドポリオを入れて、これは皆さんクラブとか地区でもポリオのイベントの際に使われると思うんですけれども、ちょっとですね、このブランドリソースセンターの使い方が非常に難しくてですね、なかなか正しく使えないというのがありますので、ここにやり方を書いてありますので、この通りにですね、やっていただくと自分のクラブや、地区、あるいはそうした、グループのですね、ここに最終的に9番のところにありますけれども、これ私は地のロータリークラブですので、地のロータリークラブのマークと、隣にエンドポリオのマークを入れた組み合わせロゴというものが作れるようになっております。ですので、これ、ご活用いただいてですね、ぜひ、
公共イメージのためにもですね、正しいロゴを使っていただくということをやっていただければというふうに思います。ご丁寧に寄付のリンクもここにあります。また藤巻さんや奥野さんからプレヨの用品が出ておりますので、これももうここから、これはオクトのサイトですけれども、ここで用品が買えるというふうにもなっていますので、ぜひこちらもご活用ください。クラブでですね、例会なんかで、ポリオこういうことだよというのはですね、この学ぶというのを見ていただくと、今現状ちょっと増えてしまってはいるんですけれども、ロータリーとポリオはどういう関係なのか、あるいはリソースのところですね、これ、昨年非常に話題になりましたけれども、2670地区で作っていただいたテレビ番組に、尾身さんが出ていてですね、ロータリーへの感謝の言葉を述べてくれた。これ非常にメンバーにとってインパクトのあるコメントですので、これクリックしていただくともその場で YouTube が見られるようになっています。で、12分30秒あたりのところへ持ってっていただくと、ここでも尾身さんのコメントが出てきますので、まあ、ぜひこれらもご活用していただきたいというふうに思います。私の方はちょっと簡単ですけれども、先ほど水野理事からご説明がありました、3年間の目標の件なんですけれども、ちょっとそちらの方も、ここに、もうこれ皆さんご存知だと思いますけれども、まあ先ほどご説明ありました通り、クラブセントラルでですね、まだ単年度しか入らないんですけれども、今年度中に、3年間になりますので、まあその前にこの3年間のフォーマットをぜひダウンロードしていただいて、クラブの中でもすでに議論を始めていくということが大事です。ここにやり方が、つらつら書いてありますので、ぜひよく読んでいただいてですね、正しくやっていただければというふうに思います。で、ちなみにですね、今、クラブセントラルで、グローバルサマリーを見て、ゾーン2ですね、私の地域ですけれども、第2地域にクラブが今、全部で971ありますけれども、目標を設定しているクラブは、まだ630。あるいは、項目によっては、まあ、450ですので、まあ、だいたい4割から6割くらいの、クラブが、目標設定している。ガバナーの方は、これからクラブ訪問される、もうすでに始まっていると思いますけれども、ぜひ、訪問するクラブのですね、マイロータリーに登録しているのかと、ここで目標設定、されているかどうかをですね、確認をしていただいて、クラブ訪問をしていただくことが大事です。ガバナーの方は自分の地区のですね、クラブがどうなっているかというのは、こういった形で、私2600地区ですね。で、2600地区がどうなっているか。で、これ、それぞれが、どのクラブが登録しているかどうかというのは、ここで、クラブセントラルでわかりますので、ガバナーの方はぜひこれを見ていただいて、進めていただければというふうに思います。以上で私の方は、発表を終わります。続いて、深尾さん、よろしくお願いいたします。それでは、続いて、世界ポリオデフォトコンテスト、写真の撮り方についてということのお話を、深尾 AR ピック、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。第3地域の AR ピックをやってます。深尾健康でございます。2730地区、鹿児島西ロータリークラブに所属しております。世界ポリオデー、今、桑田さんからお話がありましたように、ジャパンロータリーのポータルサイトから応募できるし、いろいろあるんですけど、なかなか応募が少ない。去年、一昨年、これで3年目なんですけども、思うような写真がなかなか集まってこないということで、ちょっと説明させていただきたいと思いますので、画面をちょっと共有させていただきます。まずは、今年も、12月25日ですね、24日までに撮影された作品、
が、先ほど説明ありましたように、去年の12月1日から、今年の11月24日まで、昨年からするとちょっと、期間が伸びました。もっと余裕を持ってということで、あります。で、ギリギリまで、イベントを実施されたところ、これも、応募が可能性がありますので、ぜひとも、それを伝えていただきたいというふうに思うんです。これ全国からあれから募集するんですけど、先ほど、世界、ポリオデーの、ポータルサイトですね。そこに行っていただくと、こういうところから入ってきますんで、まずフォトコンテストにもクリックしていただいて、フォトコンテスト入っていただくと、まず写真のテーマ、審査、表彰、応募方法というような項目があります。で、審査はですね、ロータリー研究会、12月12日から14日あります。横浜で、この時に実際に、作品をパネルにして、優秀作品ですね、事前審査で、入賞した作品を、展示します。で、その中で、直接見ていただいて、アドライ会長にも、TRF から、理事、皆さんに見ていただいて、各賞が決まるというふうな方法になります。で、先ほどありましたように、世界ポリオデーのですね、フォトコンテスト、そこからですね、直接、応募できますので、そうしていただく必要項目を書いていただいて、応募していただくと一番、いいかと思います。ただですね、最近やっぱりですね、肖像権、それから、プライバシー、からもう一つは著作権、そういったトラブルが結構増えております。で、本来、法律的には、口頭で、許諾を取ればいいということになってますが、やっぱトラブった場合に、一番確かなのは、きちっとした文書がある、承諾書があるということなので、ぜひとも、こういった、掲載承諾書を、取られることをお勧めしたいと思います。これも、ポータルサイトからダウンロードできますので、それをそのまま、使っていただければというふうに思います。で、写真の撮り方なんですけども、ここから本題です。記念撮影、集合写真は避けてください。これは、ロータリーの友の写真応募にも言えるんですけども、記念撮影、集合写真ってのは、言ってみれば、インパクトがない。で、あんまり伝わってくるものがない。もちろん、クラブの、事業として、記録して残していく分には非常にいいんですけども、こういったコンテストっていうのは、まず、見た目ですよね。誰かが目を留めてくれなきゃ、それは評価されませんので、ぜひそうしてください。それともう一つは、イベントフォトコンテストということになっています。だから、世界、ポリオデー、各地区、各クラブで実施された、世界ポリオデーのイベント、もしくは寄付活動、そういったものの、できるだけ、雰囲気、から熱意、から、感動が伝わるような作品、こういったものが、一番いいかと思うんです。で、もちろん、集合写真、決して悪くはないんです。全面的に悪いわけない。で、地域の特色とかね、イベント風景、そういったものがうまく出てれば、それでも構わない。と、もう一つ、やっぱりですね、どうしても、これは目的を持った写真なんです。訴求点、何を言いたいのか、ということが、明確なものがいい。これは、ただテクニック的にはですね、例えば、アウトフォーカス使うとですね、その焦点をそこに合わせて、周りをぼかしちゃって雰囲気だけ作るとかですね、アングルを下げたり上げたり、というふうな、ものも必要かと思います。口だけで言ってもわかりませんので、例えばという具体例、なんですけども、例えば、これ、一昨年、今日います、宮崎、パスカマが、グランプリ取られたやつですけども、ゴールでシャンペーンかけられる瞬間ですね、おそらく、宮崎パスカマ、予測されてなかったんで、驚いた表情です。びっくりします。この表情が生き生きしてますよね。これ一番受けましたね。これがグランプリでした。で、もう一つは、大仏さんとの試み。これですね、大仏さんとの絡みですね、これ、カメラを下に下ろしてます。ローアングルから、煽ってるんですよね。そうすると、大仏さんが見えて、このつながりがよく見える。で、こういうような、撮り方、これ下から撮ったってですね、もう一つは子供を使うっていうのは、コンテストの常道です。子供は大体みんな子供を見るときにニコニコします。怒って見る人はあんまりいないんですね。これ、よく撮ってるのは、これ、目の高さが子供の目線なんですね。だ、子供を中心にして撮られてるっていうのが、大人から見下ろしてはいないっていうんですね。だから、これ面白いですね。これ、エンドブル、これ、バルーンアートなんですけども、二つの写真が出品されました。一個はですね、煽ってるんです。下から上に、空に。これ、すごいインパクトありますね。人は何もいないのに、なんかすごい、ゴーンと引きつけられる写真。これは逆なんです。上から俯瞰してます。上から俯瞰してると、イベント全体の様子が、スケールが見えてきます。こういう撮り方、どちらも面白いな。どっちも入りましたね、印象。こういうのが、一昨年の、これ昨年です。
昨年はちょっと少なかったんですけども、こういった子供、先っぽに子供を使うのがいいよって。で、子供を上手に使うってですね。全部この幕の中で何をやってて、どういうことをしてるか、誰が参加してるか、よくわかると。こういうふうな写真。で、子供ね、子供は、まあ、できても子供を使うの。子供動物っていうのはですね、フォトコンテストの常道です。で、これはですね、この、山を背景にして、T シャツを着てる。これ集合写真なんですよ。だけど集合写真でもですね、これ面白いのはですね、ものすごく距離感がありますね。なんでかってワイドなんです。広角を使って、手前から奥までずっと全部撮ってる。そうすると、奥行きが出てきて、インパクトが出てくる。で、まず、場所の特徴も全部わかりますんで、わ、こんなとこでしたんだと。山登りしたんだ。よくわかります。こういうふうな撮り方。これは広角レンズを使った方法。逆に、望遠レンズですね。長い玉を使うと焦点が合います、そこに。だから、さっき言った焦点が明確するためには、ここからずっと離れて、誰か一人の手元に寄ると、望遠効果が出てきて、焦点が明確になると。で、表情が捉えやすい。特に、子供の表情なんか撮る場合はですね、近くからなかなか撮ってもいい表情してくれない。離れて、望遠で、そこに照準を合わせて撮ると、非常に捉えやすいと言います。で、もう一つはこのドラマです。こういう組写真も、OK なんです。だから、木の陰に隠れてて、ドンと出てくると。こうしたらなんかストーリー、ドラマがある。こういうした簡単な組み写真、何枚も組まれるのはちょっと困るんですけども、こういうふうなものをアイデアとして面白い。アイデアも盛り込んだりする。で、こういうふうな写真ですね。だ写真の撮り方は多分自由自在、いろいろ様々あるかと思います。下下げて、煽ってみたり、上から俯瞰してみたり、から長玉を、望遠を使ってみたり、広角を使ってみたり、そういった表情で一番インパクトのある。で、目につく。そういった、捉え方をしていただくと、写真は面白いかと思います。できるだけ、いい写真を撮っていただいて、その前にはですね、世界ポリオデーのイベントをですね、各地区で、各クラブで計画してもらわなきゃいけない。参加しないことには写真撮れないんでですね、ぜひともその企画を出してほしい。先ほど、ご存知になりましたように、もうすでにですね、世界ポリオデーのイベントの登録がいろいろされてます。5点ぐらいあるんですかね。で、その中にまだもっともっと、やっぱりこんなもんじゃなくて、やっぱり後で100枚ぐらい、登録していただいて、そのイベントの中で撮ってください。みんな一件で一点の応募だと思ってらっしゃる方が多いんですけど、一件で一点じゃないです。一人一点ですから。一つのイベントで10点でも構いません。10人いれば。ですから、できるだけたくさんの写真をできるだけ応募していただきたい。というふうに思います。ということで、一応、写真の撮り方、なったかどうかわかんないですけど、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。深尾 AR ピックありがとうございました。